あいつらしくんだやつ。インターホンのやつとかですね。うん、あれはそう、俺はそう思ってる。なんかね、あの子も YouTuber だから使ってんだよね。だから、本当に用事があって行ったのに出てこねえなと思ったら、なんかストーカーが来たみたいな感じでやられてるんですよ、多分。で、3回目本当。で、俺も。3回目インターホン本当なんだ。高校会おうよ、みたいな。会っちゃえば、うん、会って愛し合っちゃえば、俺の勝ちなんだ。あ、要は、この喧嘩を、この戦いを終わらせるために会いに行ってセックスすれば OK だと思ったんですか？この人やばくない？したら鍵をしました。うん。それはガチです、ストーカーじゃん。しかもセックスする目的で行ったの。まあ、話し合いね。これあかんやつやです。だけど、そこで鍵閉まってて、はい、で、俺は、うん、とりあえずもう自分帰るかって。愛し合うは語弊あるから話し合いにしに行ったってことにしましょう、うん、そう、語弊ある愛し合うは、うん、まあ話し合い、うん、そしたら、うん、あの火災時に俺歩いてたの、うん、で警察官5人ぐらいの俺囲まれて、うん、そのまま逮捕。ああ、内藤豊かって言われて逮捕状、あ、現行犯逮捕ですか？逮捕状あったんですか？逮捕状ない。つったら被害、総額行為。逮捕っていうか連行でしょ。かけられたんですか？かけられない。連行ですよね。連行。連行。うん。びっくりした。逮捕だったらマジでびっくりした。うん。